稼働遺産は文化遺産の中で現在も使われている状態にあるものを指す。稼働遺産は英語のオペレーショナルヘリテージの大訳語になる。厳密な定義はないが歴史的背景がある創業中の機械設備、推理施設のように自然作用で流動しているもの、不動産、構築物で受動的な用途のものなどが対象となり、動態保存より実利性があるもの。 稼働の字を当てることもあるが、意味としては稼働の方が適切。日本で用いられるようになったのは、1993年に文化財保護法に基づく重要文化財に近代解散の概念が導入されたことで、産業遺産が注目され、関心が文化財指定外の創業中の工場へと広まり、大人の社会科見学的な風潮が浸透したことによる。ただし、 1999年に上司された産業遺産本の講師、産業遺産未来につなぐ人類の技と産業遺産地域と市民の歴史への旅いずれにも稼働遺産の文言はなく、2005年7月15日に開催した九州近代化産業遺産シンポジウムにおいて国際産業遺産保存委員会のスチュアート・スミス事務局長が講演の中で触れたことがほぼ初質となる。 そして2007年に九州、山口の近代化産業遺産群が世界遺産の候補となり、そこに稼働中の施設が含まれていたこともあり、遺産という言葉が定着した。稼働資産、稼働文化財という名称もあるが、稼働資産は税務用語として使われており、稼働文化財の場合はそもそも文化財保護法で創業中の機械を文化財とみなしておらず、 稼働文化財との混同も避けたいことからも、稼働遺産が適当であろう。世界遺産に登録されているものの一例として、水利関係では、カナダのリドウンガ、農地では、スイスのラボー地区のブドウ畑、橋梁では、スペインのビスカヤ橋、駅では、インドのチャトラパティシュバージーターミナス駅、その他に、ドイツの製菓業。 ファグス工場やスイスの時計製造業としらショードフォント、ドゥロックルなどが現役で稼働している。国内では土木警官や農業警官が文化財保護法での重要文化財、史跡、名称、重要文化的景観に指定されている事例がある。明治日本の産業革命遺産では、旧官営や渡製鉄所の旧本事務所、修繕工場、旧タンヤ工場、 恩賀川水源地ポンプ室、三池港、長崎造船所の向島第三ク。これらは、現況の使用状況にかからず民間が所有しているという前提であり、長崎造船所の給油物工場併設機型工場のように実際には、資料館となっており生産施設ではないものもあり、三角港のように船舶の発着が立港として、稼働していながら、港湾管理が行政にあることから、 稼働遺産とはされなかったものもある。世界遺産推薦にあたっては、当該国の法的保護根拠が求められ、日本では文化財保護法をよりどころとしてきたが、国宝、重要文化財に指定されると建築物であれば、消防溶接備設置や耐震工事を除き増改築などの現状変更が制限されるため、稼働遺産では生産に支障を来す恐れもあり、 所有者側が指定を拒むこともある。1996年の文化財保護法改正で所有者が申請し一定の回収を認めた登録有形文化財制度が導入され、これは建物外観のみを残すファサード保存的なものでも構わないが世界遺産では認められない。また文化財保護法が稼働機械類を対象としないことから、 これに倣い自治体の文化財保護条例でもほとんどの場合で対象とはなっていない。このため2010年9月10日に当時の民主党、菅直人内閣下で規制、制度改革に関する文化外による産業遺産の世界遺産登録に係る運用の見直しの検討を開始10月21日には産業遺産の世界遺産登録に向けた文化財保護法中心主義の廃止が示された。 2011年3月7日に産業遺産の世界遺産登録等に係る関係省庁連絡会議が開催され4月8日に九州、山口の近代化産業革命遺産群は文化財保護法以外の保全方策を検討する旨を規制、制度改革に係る方針で閣議決定した2012年2月9日野田内閣の特区地域活性化 規制改革省委員会は、稼働中の産業遺産の世界遺産への登録に関して文部科学省と外務省との調整を指示。5月25日の閣議決定事項、稼働中の産業遺産の世界遺産登録推薦にかかる新たな枠組みについてで、世界遺産登録推進は文化庁ではなく、内閣官房地域活性化統合事務局が担当することになり、 これを受け地域活性化統合事務局内に産業遺産の世界遺産登録推進室を置き、稼働資産を含む産業遺産に関する有識者会議、資産に係る産業に関連する審議会、資産の保全手法に関する審議会が新設された。2012年末に発足した安倍内閣は全政権の施策を継承し、2013年の6月から7月に、 かけ国土交通省の交通政策審議会の港湾分科会が三池港、海事分科会が長崎造船所、経済産業省の産業構造審議会が八幡製鉄所の保護方法について検討。世界遺産推薦のために景観法を改正し、港湾法や公有水面埋め立て法も適用することが決まった。また、稼働遺産への税制上の特例措置も取られることに、 なり、PPP の推進も決まった。2013年9月17日、同時に世界遺産推薦候補に上がっていた、長崎の教会軍とキリスト教関連遺産と、勘案した結果、稼働遺産を含む明治日本の産業革命遺産を、政府として正式に推薦する、政治決着がなされ、同月20日に、 外務省において開催された世界遺産条約関係省庁連絡会議も了承。2014年1月29日に推薦書をユネスコへ提出。9月26日から10月5日までユネスコ諮問機関のアイコモスの現地調査が入り、2015年5月4日には登録勧告が出され、6月28日から7月8日に開催された第39回世界。 遺産委員会において登録が決定した。アイコンがあるものは通常見られる範囲での撮影画像を書きギャラリーに掲載した。橋野鉄工さんの画像は釜石市が主催した見学会の際に撮影したもので常時見られるものではない。明治日本の産業革命遺産が世界遺産に推薦された時点ですでに拡張登録を望む声があり、稼働遺産の世界遺産登録に尽力し、 内閣官房参与も務めた加藤康子は黒部ダムの可能性を示唆。京都では琵琶湖疎水の登録を目指しており、開業50周年を迎えた東海道新幹線の可能性も浮上するなど、今後稼働遺産の保護は必然的となる。世界遺産条約関係省庁連絡会議参加、省庁や稼働遺産を有する自治体は有効な法律の活用を検討しており、これまでに 工場立地法や民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律などが浮上している。このほか政府はものづくり支援を掲げものづくり基盤技術振興基本法を整備しており国家戦略特区に提案された歴史的建築物活用特区が採用されれば稼働中にある工場などを取り込むことも可能であり。 産業観光による地域おこしを推進する観光立国推進戦略会議は産業遺産産業施設を観光資源として積極的に活用するとし全国産業観光サミットが採択した定義では生産現場を含めており観光産業推進会議も対象に産業設備機械などものづくりの製造現場を挙げているこれらの提言から 観光立国推進基本法が制定されているが、現時点で直接的に産業遺産を支援するための運用はされていない。その一方で、生産現場には危険性や企業秘密に抵触する部分もあり、どこまで開放公開するかは各企業判断に委ねられる。ユネスコ事業の一つである創造都市ネットワークは法的拘束力こそないが地域に根ざした。 文化産業を活かし社会的経済的発展を目指す。もので技術と芸術が融合した文化的産物を生み出す。都市を対象とすることから中小企業や町工場が保護されることにつながる。例えば音楽部門で認定されているイタリアのボローニャでは職人による個人経営の楽器工房を中心に関連産業が独自に成長し、繊維業や 家具製造に始まりフェラーリやドゥカティの部品生産、その設計を受け負う、コンピュータ技術から IT 産業まで展開し、複合産業都市となり、法人税収益によって、工場の維持支援や街並み保存に還元されており、日本の伝統工芸を支える稼働遺産保護のあり方の参考になる。一方、稼働させ続けるため今後故障した際に、 機械類の部品交換を行うことは純正品であってもオーセンティシティの観点からすると価値を損なったとみなされ兼ねないことは申請制の奈良文書や国際産業遺産保存委員会の虹に,にいたぎる検証で確認されており企業と行政による文化資材の選定と管理の徹底も求められる明治日本の産業革命遺産の実地調査を行ったオーストラリアイコモスは 稼働遺産保全への取り組みは企業の社会的責任のみならず経営方針を左右する株主の社会貢献意識も重要であると言及しており三菱重工の長崎造船所分社化計画など企業の経営体制が世界遺産へ影響を与えかねない可能性もあるさらに八幡製鉄所を候補とした際に今井隆新日鉄住金名誉会長はうちが遺産になったら おしまいだと激怒したという。遺産という言葉に稼働施設を持つ企業が過剰反応したもので、そうした誤解を払拭する必要もある。また、今回の世界遺産登録の過程で、長崎造船所、三池炭鉱、八幡製鉄所は強制徴用があった場所として、韓国が猛反発し、その史実の表記をすることで妥協したが、どのような記述になるのか、またその表現次第で、 韓国が2017年の記憶遺産登録を目指す、日定時市町用者名簿、大和政治非町用者名簿、国務総理所属の対日構想期、強制動員被害調査及び国外、強制動員犠牲者支援委員会作成名簿の動向に影響を与えかねない給油もある。橋の航路跡関連施設としての橋の鉄鋼さんに、ついてか、まいし。 平野文文化小記者会見録平成24年5月25日、文部科学省内閣府に地方創生推進室が設置されたのに伴い、平成27年1月20日に移管し、地方創生担当一臣の小悪業務となった、稼動資産を含む産業遺産に関する有識者会議所資象化有識者会議は当初は、 総務省が統括警官法改正平成26年度税制改正の対抗財務省内閣官房長官記者機憲首相官邸希望新聞東日本大震災記者通信丹電以降世界遺産に毎日新聞2014年1月17日産業革命遺産長年の夢叶った世界遺産登録に尽力した加藤康子内閣官房参与4 7ニュース ビワコソスヨ世界遺産に4 7ニュース新幹線は1999年にアイコモスが世界遺産としての鉄道をとしてまとめた調査報告で過去40年間で最も注目すべき高速鉄道と評価しているレールウェイズアズワールドヘリテッチサイツユネスコ平成25年11月5日の参議院内閣委員会答弁で内閣官房は 現在のところ稼働中の産業遺産を世界遺産に推薦するのは明治日本の産業革命遺産群だけとし、今後それ以外の候補の提案があれば検討するとした。第185回国会参議院内閣委員会第2号担当の世界遺産リスト登録に向けた支援措置に関する件、P18 から21全国産業観光推進協議会 HP 佐々木正幸。 創造都市への挑戦産業と文化の息づく町へ、岩波書店、2012年、308ページ。ISBN 978から4から00から6。オーセンティシティに関する、奈良ドキュメン文化庁、ザンリティトキル、チャーターーザインダストリアルヘリティッチ、ティッキー、ハットクライテリアオブオーセンティシティインザリハビリテーション。 オブザ、インダストリアルヘリテージインデ t レーションツーザユーズペイショート nmm, 2015ハット三菱シップヤードプライバトリーオンドアクティブシップヤードオーストラリアアイコモス三菱重工造船事業分社会レスポンス2015年2月6日、週刊新潮2015.5、21号、特に、ジャイアントカンチレバークレーンは、 実際に稼働し始めたのが1918年で、ある年、設定した産業革命の加減年代を超えていると指摘、強制連行者名簿、世界記憶遺産に、韓国政界など、検討連合ニュース2013年12月2日、強制動員資料は、記憶遺産候補から一旦除外された韓国、記憶遺産申請から、 強制動員被害記録を除外産経新聞2015年11月26日。ありがとうございます。